水市の8つの頭文字から始まる行動目標の愛は「愛」は飲酒は適量を守って百薬の腸です。飲酒は私たちの生活に豊かさと潤いを与えてくれるものですが飲み方を誤ると生活習慣病やがんうつアルコール依存症のリスクを高めるなど心にも 体にも深刻な影響を与えます射水市の生活習慣病のリスクを高める量の飲酒している人の割合は令和元年度は男性は14.9%女性12.2%で平成26年度と比較して男性は減少していますが女性は増加しています。 飲酒のポイントとして週に2日の休館日を設定すること適度な飲酒量は1日あたりの純アルコール量として男性 20g 以下女性 10g 以下です日本酒は男性は1日1合女性は半合ビールは男性は 500ml 女性は 250ml 程度が適量となります。年末年始は飲酒量が増えやすくなりますが健康を害さないように適量を心がけましょう。